1500系機動車は四国旅客鉄道が2006年から2014年まで製作した一般系機動車である。JR 以降で日本国有鉄道から承継し地域輸送に使用してきたキハ58系機動車など国鉄型機動車の老朽取り替えを目的として JR 四国が1000系機動車に引き続き製作した車両である。製造は新潟トランシスが 内外装のデザインは、富士中工業系列のタグインターナショナルが担当した。環境保全を重視した、環境に優しい車両として、かつ、バリアフリーに配慮した車両として開発され、2006年から、徳島地区を中心として、地域輸送に使用されている。なお、造備は2014年配置の8次車で終了した。ここでは主に6次車までの構造について述べる。 大幅な使用変更がなされた7次車からの概要については口述。2006年5月25日から徳島線、高徳線、麦線で使用を開始した34両前車が徳島運転所に配置され以下の区間で使用する。ナルト線には本格運用前に臨時快速列車、ナルト近時ライナーに本形式を使用した事例がある。後の2010年度に 工術の無線船と同様に、ナルト船のホームの傘上げ工事が実施され、2011年3月12日より、本形式の運用が開始された。本形式の製作目的は、国鉄から引き継いだ旧型形式の淘汰であるが、直接の置き換えは、本形式投入の玉付きで、高知運転所に転配された線型によってなされた。一時車投入時には、 同所のキハ58系の一部を二次車投入時には、高知運転所、松山運転所のキハ58系、キハ65型を投達している。2010年投入の四次車以降は、置き換えの対象がキハ40系、キハ47型となっている。麦線、桑野の以南では、当初はプラットフォームが重上げされていなかったため、運用はなかったが、 かさ上げ工事が完了したため2010年3月13日改正に合わせて乗り入れが開始された。阿南桑野では2008年から使用されているが、当初は淡立花駅のホームがかさ上げされていなかったため通過していた。2009年3月14日から淡立花駅にも停車するようになった。通常は電車で運用される高松琴平間で、 と休日の午前中2500型が運用されている。またサンライズセットが琴平まで延長運転を行う場合、対向列車によって河川電圧が下がることを防止するために、機動車である1500型が運用されることがある。ありがとうございます。